ールさんでも実況をお願いしたいんですけど。ああ行きます。R さんとタタタタさんです。ツートアイコーが続いて、はい、R さんの次はタタタタクさん S。 やーどうやーめーです。ちょはい、マイク切りますバイバイ。はい、じゃあもう席つきましたということで、はい、北斗丸対ガトかな。はい、TOP は真ん中同士。さあ、ブーキャンでゲスタメというところにいきなりワンコンボ入って3分の1減っていきなりミスったところにやり返される。おっと手裏剣がエンディにもろ人も潰されるもういやーなんだっけ、もういいや、いろいろ空振って、さあまだ北斗丸 TOP あるよ。でゲージもあるから、おっと小ジャンコンボからなんだっけあれで、うん、なんとかしました。はい、第2ラウンド、はい、お互いに、チャージはチャージじゃねえ、ゲージはそれなりにあってチャージいってない、チャージ、S チャージあって、はいはい、ゼロキバ入って TOP イン。さあこれは逆に美味しい感じの入り方で、北斗丸が逃げちゃうから、これで一発入っちゃえば、おっともうワンコンボ出ない、おっと離す、小ジャンプだったのでジャスできず、さあおっとゲージないから何もつなげない。さあこれガトーはゲージを貯めたいところだが、それを阻止してもうガン出しする北斗丸。さあっとゲージないから、おっとしかしこれは美味しい、なんでやねんはい、最終ラウンド、はい、まだ北斗が丸側は TI なんだっけ、なんかがあるっす。はい、さあそんでさあこれは北斗丸は画面足を追い込みたいけど逆に追い込まれて、で真ん中戻ってきて、はい、なんたらで結構ダウン奪って追い詰めた。さあこっから R タイムだが、しかしガトーは簡単に抜けたりするんで、ほら抜けた。さあスライディングをガードしたな、ちょっと安い、でもまあいいダメージ、しかもまだゲージ1個あるんで、小ジャンプ B 当たっただけでも死ぬ。しかしそれは逆に北斗丸側も一緒、はい、あーちょっと今のミスは痛い、おーっとこれはゼロキが入って、最後はタダキサックさんの勝利、おめでとうございます。はい、そしてニューさんが最速で挑発しに行く、なんて汚い大人英語で言うとダーティー大人でございます。はい、次アメモリさんのテリーと、読めねえよこれ誰だよ、とりあえずエフタニさん、エフタニさん、この顔のマークの全く読めねえ、チリ一つ残さず消滅させてやるグラ、もうねこれなんだ俺。はい、じゃあ実況いきます。1P がアメモリさん、2P がエフタニさん。今の実況から、ガンさんは、ヨンナさんの能力では52台です。いやいやいや、そんなこと52とか。消費税込みで55だし。頭皮はちょっと触れてやらないで。彼が泣いてしまうから。はいはい、もういいから、はい。はい、解説じゃねえ、実況始めるよ。はい、TOP 愛知、真ん中と先頭。で、おっと、滅傷が当たって強気マジか、おっとダンクのブレーキングミスっちゃったけど特に反撃もなく、よしこれ、あでもちょっと怖かった、じゃあ攻撃が、はい、あと一発で、おっと TOP なくなったんで、これは結構楽に攻められる、あーちょっと遠い、5番から N3 TOP は消えない、まだギリギリ、さあでもこれタンク当たれば終わった。一番のね、雨森さんかっこいい、リアルでもバスタール。さあ第2ラウンド、でもゲージを入ってしまって今もうない。さあで、おっとダンクやるが振ってしまう、ジャンプ突進当たって
めくりネタからちょっと失敗、リーダンク でも追撃を見せて、おっとなんだこれはなんだこれはって言ってしまったさあ虫の息だけどまだあるし、これはでも逆に死にに行った方がゲージを溜めさせないためにいいかもしれないけど、攻める、諦めない、だが死んださあグラントが1ゲージ回収で、テリがまあ P ゲージあるんでランク一発当てれば DOP 吹っ飛んだ、さあガーッとよーっとミスった、あれさあまだグラントはゲージがあるんで一気にこれテリの TOP 消せるぐらいの威力はある、さあこれはどうなっちゃうの、ウェーブで離して円月輪、さあこれはでもあーっと終わった勝ったらエフタニグラント、おめでとうございますさあ次いきます、しずくさんのホタルとデガラシさんのグラント、あもうじゃんけんしますね、あのつか俺いつまで実況してんのこれ、いつまでも君といつまでも、さあ、じゃあこの CQ ドーファンはかっこよくやってくれることをずっともんもんと見てましょう、さあライン名山とか遅いからいいんで、はい終わり、じゃあコンティニュー画面になったらスタートボタン16連打してください、 1P 側がしずくさんのホタル、 2P 側がデガエさんのグラント、さてと、ちなみにまだこれ0回戦なのね、はい0回戦のラス前です、さあ TOP はお互い戦闘配置、ホタルの対グラス戦で戦闘配置すると一発のコンボで TOP が綺麗に吹っ飛んでしまったことがあるんで、結構真ん中ハッチが大きいですけれども、しずくさんは関係ねえぜって感じで戦闘配置、それが功を奏してグラントマンは TOP を先に消す、おっとちょっとコンボミスっちゃったけど、お互い TOP 消える、ジャストして壊しやったけど、わーこれはおーちゃんと入った、いいレッテンショラッキー、さあゲージはなくなっちゃったものの1ラウンド目はしずくさんのホタル、2ラウンド目、さあペチペチと間合いを離して、と今のは普通に大キックでよかった気がする、さあ熱唱で攻めて弱突進当たり、めくりネタをガウされる、さあ間合いを離してゲージを離す、ゲージを離すよね、ゲージを貯めるホタル側、 TOP はちょっと消えちゃったんで1回ぐらい弱突すればーと思ったけどちょっと安い、今のはおっとしっかり決めて、さあまだ時間はあるけどこれは死にいった感じですね、2ラウンド目はデガラシさんのグラント、さあ最終ラウンドどうぞ、こういう場合が一番実況するとき何すればいいのかわからんすよ、おーっとなんか漏れたけど特に確定音響ないって言っちゃったけど、投げで投げもちょっと今危なかった、投げ仕込み、投げ無敵を仕込んでなかった、投げ仕込みってなんだ、京都市に当たる、痛い、相当痛い、さあ中間距離をずっとお互いキープしつつ、円月輪まだしないよこれ、ギリギリだけど、おーっと今の上りジャンピーをジャストしたのはうまいと思ったんですけど、その後もまだ続くのがグラントのめんどくさいところ、じゃあ出川さんのグラントの勝利です、はい、じゃあ次アニムアットハヤト勢さんのグラントラガトーとナムショーガトーな、ちょっと待ってそこにアニムさんいる、アニムさん試合試合、なんとさん、はい、ちょっと、はい、ガトー対決、ガトー対決で 1P2P ってなんか関係あるのかな、多分ないかな、ここの敵が違うんだよ、
というわけで、ワンピーがなんとガトなんかなんと3で、ツーピーがアニムさんで、後ろにタロキッさんがセコンドでつく。エントリーネームはナムショー。ナムがカタカナで、ショーが漢字っていうか、なんか多分この世に存在しない文字になってる。大丈夫かな。さあ、緑色がナントさんで、白いのがアニムさんです。お互い TOP を最後配置、最後配置するガトー使い、 TRF ではこの2人だけかな。さあ、ゲージを貯めたのはナント側、ナント側ってなんだ、ナントさん。さあ、進路までしっかり入って、うまい、ちゃんと補正銀の上機場、体力ほぼ一緒、ゲージはお互いまだない。あ、まっか、早い、バカじゃねえのこのキャラ。おっと、ゼロ機場決まるも補正切ってなかったんでギリ死なない。まだどっちにもワンチャンある。これ TOP あるんで、壊しゼロ機場でも死んじゃうよと。おっと、なんだっけこれ、入って繋がらず。さあ、これはストレスがたまるよ。さあ、しっかりお互いジャストとガードを繰り返して、アニムさんの最後壊しが刺さる。1ラウンド目はアニムさん、2ラウンド目。さあ、でもナントさんゲージいきなりあるんで、一発入ればとりあえず4割を吹き飛ばせるよ。おっと、ゼロキュミス、はい、しっかり決めて半分減りすぎじゃねえの、バカじゃねえの。よし、さあ、おっと、ゼロキバはミスターというか、繋がってないというか、今繋がった。はい、で体力またを一緒。でもゲージはナントさん側にある、いいライガーだが、ブレーキングミスでちょっと安かった。そうと投げしっかり抜けて、あー危ねえ、危ないけどゲージなかったからまあいいのか。さあ、アニムさんにもちょうどゲージがなかったと思ったら、最後はゼロキバ、はい、勝ったのアニムさんです。おめでとうございます。やっとゼロ回戦終了ですね。はい、じゃあ、キシソンアットご神体のドンファンとカノボドンファンです。カノボさんどこにいる。あ、はい、ドンファン対決、これは実況できねえな。ヌルさん、はい、これもドンファンよくわかんないよ。なんかバックジャンプが強いってことか知らないよ、あのキャラ。ワンピー側はスワルがカノボさん、ツーピー側がキチソンさん。さあ、レバーの感触を入念に確かめるカノボさん。さあ、ご存知ピンクのドンファンカノボ、対するはノーマルカラー新鋭ドンファン使いキチソン。さあ、ドンファンの定番と言っていいでしょう、先頭 TOP からのスタート。さあ、ラッシュ電極でのゲージために対して足払いで牽制するを忘れないが、ここは強気で前に出ていくキソン。ノンファン先に体力をリード取る。さあ、しかしこうなってからもノンファンは全然まくりが可能。この辺りの地上戦、さあ、ストックと見守るゴール、足払い合戦、ここを制していかないことにはノンファンというキャラはさらに一歩上のステージはいけません。そして隙を見てゲージため、支援客の振り方も最小限かつ最大効率を求めていかねばならない。さあ、強いとは言ってもその理論値が限りなく天井高いこのドンファン、後ろ蹴り。さあ、一時はかなり、あと体力リードが気がついたらほぼ五分まで、さらにここで足払い、そしてバックジャンプからの視聴客、きっちり通常技を狙っていました。一歩取っていくはカノボドンファン。さあ、小ジャンプ見てた、戦闘 TOP、 これは試合を終わらせるだけの火力のあるスーパーバーマン客だ。さあ、7割ゲット、これは対ドンファンに対してはあまりにも痛い一撃となってしまっている。同じことをやり返そうにも TOP が切れているだけ。さあ、 2P 側の涙目、最後は視聴客差し込んで勝ったのはカノボドンファン。あ、きっちり年季の違いを見せつけたというところでしょうかね。次、タロキチさんとコンタさん、お願いします。あ、コンタさん出てきた。
さあ、ワンピー側がタロキキさんのドンファン、ツーピー側がコンタさんのホタル。さあ悩んでいるが、戦闘 TOP を選択したのはタロキチドンファン。対するコンタホタル側は真ん中 TOP を選択、ガーキャン突進。さあコパンコビキャス白鳥でダメージを取っていく。ここはメッドが刺さって、京都市には当てても有利。さあきっちり先端に対してコビキャスが当たっていく。振り向きは出さない。大胆白鳥。さあ三段コンボでもこのヘリ、そして空投げ合わせていく。めくりで、さあコンボにはならないが、突進に白鳥を出て、さあ完全にペースを握っていた。一本取っていくはコンタホタル。さあフェイントも織り交ぜながら相手の動きを制限していく、誘っていく。発揮症まではいけないが、さあダメージを取っているのはコンタホタル側。まとまったダメージが取れていないの、そういうところ。これは出会い頭。さあ戻りに対して突進が刺さり、さあこの間合い、やはり通常技が掛け合う間合いだとグラント有利なので、ホタル側としては飛び道具の間合いを保つか、逆に懐に入り込むかといったところ。しかしこの間合いをキープされると、このようにじわりじわりと牽制で体力が減らされていく。さああっという間に TOP がなくなり、これは今度はホタル側が涙目な状況。割り切って突っ込んでいくしかないが、突っ込もうにもグラントのこの通常技のバリアの前に阻まれる。一本取り返すタロキチグラント。さあ今度は一点ホタルが前に出ていく展開。しかしグラントを的を絞らせない立ち回りで、さあホタルの接近を阻んでいる。飛び道具さえなんとかしていけば、きっちりダメージを揃えた立ち回りが可能なグラントが、気がつけば時間も残り30秒に差し掛かろうといったところで、この体力リード状況、やはりホタルがかなりきついが、ここで着地側も仕掛けていく。きっちり差し込んで体力逆転。しかも TOP 中ホタルはこれはさあ1点そこそこ有利な状況になっているが、対グラントわからない。めくっていったがコンボにはならず。さあ空投げが勝ち合って、最後も空投げが勝ち合って、さあ焦って触りに来たところをきっちり投げ返していく。勝ったのはコンタホタル。では続いて GB さんと六村さん。 GB さんはどちらいた。 Get serious! Final round! Fight! そう、体力リードされて状況的にもう小ジャンプで無理やり触りに行くしかないグラントの起点をきっちり空中だけで刈り取っていったホタルという構図でしたね。さあそれでは続きの試合いきましょう。 1P 側が GB さんのジェニー、 2P 側が六村さんのカイン。さあこのゲームを代表する壊れキャラ、ジェニーとカインの組み合わせ。しかしながらこの組み合わせは小足をこすっているだけで、カイン側が相当きついと言われる組み合わせになっております。さあそのあたりのキャラ対をどこまで見せてくれるのか。さあ逆にカイン側としては小足をこすられる前にジェニーを入れないという始まりになるんでしょうか。そうこれ小足に対してランザが完全に光るんです。さあここはまずはゼーレで攻めの起点を作っていくカイン側。本来だったら受け身不動から打ってきたところなんですが、対ジェニーに対しては無理やり打っていって接近を仕掛けていくというところなんでしょう。そしてさあジェニー側が光っている。こうなるとカイン側としてはさあすぐにも終わりに行きたいが、ハリアビーできっちりとさあ刈り取っていったが、これは割り切ったゼールを放していき、体力リードされているが、これはカイン側ちょっと触れば、さあジェニーのガードを割って十分逆転できるという目があるんだろう。さあ他のキャラと同じようにガンゼが機能しないこの組み合わせ。さあハリアとコアシー、この2大ジェニーの壊れ技が対カインに機能しすぎる。一本取っていくは GB ジェニー。さあハリアのとコアシーをこする。本来だったらあそこでランチを出して刈り取っていくところなんですが、刈り取れないのがジェニーの小脇。さあ見ているこっちが
厳しく悲しくなってくるぐらいに強いゼニーの壊しだが、さあこれ惜しい。カウンターランテあえてゼールを出せない。さあランテが機能しない。大パンからランテ、コンボでしか繋がらないランテ、まあこれでも十分強いんだが、しかしここでコアコパからのメニメニで体力はまだ若干下位リード。ここで仙台エレポ出していく。壊しが刺さるが、さあ全然 OK。 一本取り返す六村カイン。ランテさあ台足で相打ち取っていく。さあハリアフレームを立ち回りの中心に据えざるを得ない。しかしここで大パンからの、さあガフルガマホークで違う、あれを強い。しかしここで裏回るからカウンターだから繋がった。あれはないわ。禁止じゃなかった系でしょ今の完全に。あ、じゃあニューさん俺と最初はグーじゃんけん、はい、じゃあクーピーちゃんと確認しました。1フレ見えちゃいました。違う違う、あれ正直ジーンさんはね無理だよ、分からんようにしないと勝てねえよもう。こかせられねえからで言ってんだよお前。じゃこかしてみろよ GB さんの死に。無理だよからマジで無理無理、あの人マジで無理無理です、無理、いや無理です、マジで。あのプレイヤー制度で 100% 負けてるんで分からんようにするしかないんです。ちょっと勘弁してください本気で。だってよ、だってなんか普通のさ、なんかこうや分からんようにしたかなしでさ、なんか適度に分からんようにしやってたらマジでボコボコだからね、さっきさあニューさんのグラントとヌールさんのフリーマン、言わずもがな、まあフリーマンが悲しい組み合わせなのですが、まあまずこの TOP 先に切らないといけないんですけど、もうきついですねこれ。5番、いやさあ NC、 さあ先に TOP 入れられてしまう。さあなんかやりたい方でやってるニューさんが。さあってフリーマングラウンドっていうのはまあ多分そのうち見れると思うんですが、フリーマン側が圧倒的に悲しみを背負っているので、なんとかして先にリードを取りたいのですが、まあこうなったら無理ですね。死ぬのが安いかもしれない。さあ1本取っていくニューさんのグラウンド。まあヌールさん側はゲージが溜まっているのか、まあそれとも救いという感じですかね。砕けよ、はいはい、 NC になってしまった。さあ遠泳からフルブラストができれば多分良かったのかもしれないが分からん。もしくは NC、 ん NC フェイントキャンセル、西フルブラが最大なんかな。あ、じゃあ西、え、禁止か、うわーやっちまう、うわー。投げ無敵を入れてる。さあこのゲームのこのゲームでよく、うわ負けるのかよさあバーキャン仕込まれる、何もできない。ジャンプ、さあやりたい放題、やりたい放題してる。いやさあこれはこれはひどい。おいは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 い。さあしかしワンチャンにも11秒しかねえし、グラントが2位始めたらどうしようね。はい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 、8秒7秒通っちゃうのですよ。あー終わりー、フリゲーでござった。勝ったのがヌールさん。さしたらヌールさんがなんか顔抱えている。次なんだこれ、投げからフッダイさんとツボ、え、どれだこれは。あ、これだ、ナールさんか。ナールさんどこ、ナさん、ナさん、ナーさん、カオス行動のナーさん多分。あ、後ろにおった。まあフリーマンね、フリーって言ってる割には何もフリーじゃないんで、はい、アンチェインでさ、アンチェインどこかチェインされまくりですよ。もうグラントガト、あ違うよ、ジェイフンガトだ。ジェイフンガトゲージがない状態だったらジェイフンガトも結構いける。さああとは互いの連動の差なんですが、この壁端の取り囲ですね。さあヒエンザを早速回していく、25回して
画面端ができれば逃げたいところをさうまく脱出。鳴沢さんはゲージをちょこちょこ食べたい。はい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 、ラーイがでかいして、さあ1本ゲージを作って、ここからゼロキバー当然打っていく。さあここからちょっとゲージを貯めつつ相手を様子見していきたいところだが、できればノーゲージの状態で次のラウンド迎えたくないが、どうする。あばば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 ばはいマジで、はいはいはい、ふりかしない、壊し壊し、さあこれ、はい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 、2D、 さあ6フレームぐらいしか隙がないのでコパンが安定ですね。流星落の後は、はい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 、さあうまく入れていって、しかしリードはちょっとまだガードがかかっている。ここはさあ少ジャンビー壊し、5番5番 2D、さあ2D をボンボン振ってるが、あー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 、さあちょっと 2D よりも壊しの方がいいかもしれませんね。勝ったのが誰だ、はいお願いします。熱をしてないよ、お前俺の時にやってきたじゃん、ちゃんと半月山って言ってなんか削りを、うん、あとシャッカもやったよ一回いや普通やんないとできるやって、もういいよ。でもツボさんと誰これ、ケントさん、ケントさん、はい大会です、ツボさん、はい、ただいま不適切な、ことを話してしまったことを深くお詫びいたします。以降このことのないようにしますので申し訳ありませんでした。はい、じゃあ頑張ってみましょう。でジェニーガート、ジェニーがまあちょっと動きやすいっていう話ですが、実際のところは俺は知りません。まあしかしジェニーちゃん立ち回りはめちゃめちゃ強いキャラクターなので、いかにかガトーというのもまあ正直厳しいんじゃないでしょうかね。禁止フェイントきっちり入れてから攻めを継続する 2D で壊して、さあ9秒先に切ったのがケントさん側、ハーリアでとりあえず崩して画面端まで持っていく。さあジャンビーキャンセル、ハーリア厄介する、これは小ジャンプ D をぶち込んだ後にきっちりオーロを入れてる。ここからダイガーで拒否って投げて、カットまず1本取っていくツーボスさん、まあ、確かにとシーズンやって、さあジャンプ D からキャンセルさあハリアはなんかすごい技ですね本当に。禁止で相打ち、さああとはゲージがあるのだが吐きどころが見つからない。立ち回り完璧にしておくとジェニーってなんか結構ほとんどさせないんですよね。しかし刺していく、さあ体力リーダーが後側ゲージを貯めつつ相手のミスを誘いたいところだが、ジャンプ、さあコンビネーション、ほらジャンプ、ふんジャンプ B、さあいい感じにハリアを落としていく。ケントさんはゲージもちょこちょこ溜まってきている、投げてほらゲージを貯めるの優先、ゲージを貯めて投げを外してのジャンプ A、 さあジャンプ A がハリア対策になってるんですかね。さあファイナルラウンド両者ともにゲージは似てるのもんだが、ゼロキは使わない、はい打って画面を端に連れていく。さあ着手ポイント、さあシッターが目に見えなかった、ドラマット交換、はいはいはい、上下げが潰された、なんでだ、裏表できっちりガードしたが、ハリアをきっちり取ってガーキャン失敗上下げちゃんと入れている、死なないがかなり致命的、ヘロで削って勝ったのがツボさんのジェニーになりますよ、ありがとう、ツボさんジェニー、ここここここ次、R… あ、違う、ごめんなさい、戦国タッコと、これは誰だ、あ、F 谷さん、試合です、ここ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  KO、 OK、 そう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 